Google クラウドの塚越と申します。今日はですね、コンテナに関する初心者向けのセッションをやっていこうと思います。本当にコンテナの基礎的なところから解説していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではここから始めていこうと思うんですけれども、本セッションの概要なんですけれど、本当にコンテナの逃げに、コンテナに苦手意識がある方にぜひ聞いていただきたいように。な内容になってます。で、内容としてはですね、実際にコンテナとはみたいな、よくあるコンテナの話に加えて、コンテナがどういった形で実現されているんだみたいなところから始まりまして、あとはですね、実際にソースコードをコンテナにデプロイするまでの流れっていうのを実際の画面でデモをお見せしながら、やっていこうかなと思っております。ぜひですね、コンテナの苦手意識を一緒に克服できたらなと思っております。で、このセッションですね、本当に初心者向けのセッションになっています。多分ですね、皆さんがわからないとしたら僕の説明は悪いと思うので、どんな疑問でもですね、カジュアルに質問いただければなと思っております。はい。ということでですね、ここから本編になるんですけれど、こちらですね、だいたい、3セクションぐらいで構成していまして、まずはコンテナ、そもそものコンテナを理解してみようというところと、あとはですね、実際にコンテナを Google クラウドにデプロイしてみるというところを紹介して、最後にまとめていくような形になっています。で、早速なんですけれども、まずはコンテナに関しての話を紹介していこうと思います。まあ、これはクラウド関係なく、そもそものコンテナとは何ぞやみたいな話をしていこうかなと思います。で、まずコンテナとは、まあ、この辺はよくある話なので、皆さんも聞いたことあるかなとは思うんですけれど、まあ、コンテナとはアプリケーションとその実行に必要なライブラリをパッケージ化する技術ですという形になってます。で、こうすることによって、まあ、見ていただいて分かると思うんですけれど、実行基盤とアプリケーションの結合度を落とすことができますというところになります。で、結合度を落としてあげて、パッケージングしてあげると何がいいんだというと、まあ、クラウドでもオンプレミスでも、あとは、さらに皆さんの PC ですね、開発用の PC でも、全く同じような形でアプリケーションを動かすことができる、全く同じような形でデプロイできるというところがいいところなのかなと思います。で、コンテナの説明する際によく比較されるのが仮想マシーンなので、この比較図になっているんですけれど、仮想マシーンとの比較に関して両方ともですね、物理サーバーのリソースを用途ごとに分割して利用するっていうところは同じなんですけれど、その仕組みが違いますっていうようなところが差になります。で、仮想マシンは、ハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェアの上に仮想的なハードウェアを構築して実現するって形になっていますと。なので、各仮想マシン上にゲスト OS が動きますっていうところが特徴になります。で、これに対してコンテナは何かっていうと、ホスト OS 上で直接実行されます。で、Linux カーネルが備えるいろんな機能、例えばネームスペースとか C グループとか、これから説明しようかなと思ってるんですけど、こういった、Linux カーネルの機能を使って、コンテナごとに独立した、論理空間を作ってあげて、そこで動かすような形になっています。まあ、ちょっと小難しい話をしたんですけれど、まあ、何が言いたいかというと、コンテナの場合は仮想ハードウェアであったりだとか、ゲスト OS が存在しない。で、Linux カーネルのプロセスとして動くみたいな形になるので、仮想マシンと比較して少ないコンピューティングリソースで動作しますよってところが特徴になります。まあ、ここまではよくあるあるの話なので、もうちょっとですね、ダイブディープして、コンテナがどのように実現されているかみたいなところを紹介していこうと思います。本当に分かりづらかったら、ぜひぜひ質問をしてください。で、コンテナですね、を支える Linux カーネルの機能というところで紹介していこうと思うんですけれど、コンテナ、先ほどお伝えしたみたいな形でちょっと振り返るんですけれど、アプリケーションのパッケージングがされて、ホスト OS 上で動きますと。で、それぞれの、コンテナをどういうふうに、こう、アイソレーションしていくか、まあ、分離していくかっていうところがどうやって実現されているかみたいなところを紹介していく形ですね。で、まあ、Linux カーネルの機能を複数こう組み合わせてコンテナってものは動いていまして、コンテナっていう技術が存在するわけではないです。で、じゃあ、どういった機能を使ってコンテナを実現するかっていう話なんですけれど、まあ、すべてを紹介するのはなかなか難しいかなと思うので、まあ、代表的なものですね、コンテナを実現する代表的な機能っていうのを紹介していきます。まあ、この辺はちょっと Linux の話に入っていきます。
で、ちょっと余談なんですけれど、コンテナ技術でいうと、Docker 以前から、例えば FreeBSD Jail であるとか LXC など、いろいろとですね、コンテナの技術があったっていうところで、まあ、Docker をきっかけにコンテナの利用は広かったなっていうイメージはあるんですけれど、やっぱりですね、結構古くからある機能っていうのをいろいろ組み合わせているっていうところが背景にあります。まあ、ちょっと余談だったんですけれど、実際にですね、ここからコンテナを実現する機能を見ていこうと思います。で、機能一つ目ですね、これは、capabilities っていうような機能を使っています。で、これは何かっていうと、まあ、コンテナのプロセスがありますと。で、これに、コンテナごとに必要な権限を与えているっていうのが、この capabilities っていう機能になります。まあ、何かっていうと、基本、Linux とか Unix のプロセスっていうのは、まあ、ルート権限で実行される特権プロセスと、あと一般ユーザー、で実行される非特権プロセスみたいな2つのプロセスがあります。まあ、ルート特有の、特殊な権限と、それ以外の権限みたいな形で分かれるんですけれど、この特権プロセスに関して、権限を小分けにしてあげて、必要な権限だけ、このコンテナプロセスに与えてあげるっていうのが、このケイパビリティでやってることです。ちょっと分かりにくいかもしれないので、例を出すと、例えば、ピンコマンドとかあると思います。で、このピンコマンドって皆さん普通に使ってると思うんですけれど、結構ですね、特殊なコマンドで、まあどういうことかっていうと、ピンってTCP とか UDP の通信を使ってるんではなくて、生のパケットをやり取りするようなコマンドになります。これ、ローソケットっていうんですけれど、このローソケットを使うためには一般ユーザーの権限では実行できないです。で、ルート権限が必要になるんですけれど、皆さん別に sudo とか su とか、スーパーユーザーとかの権限なくて、一般ユーザーでもこれを使っていると思います。で、この一般ユーザーでもこのローソケットを使えるような、まあローソケット例ですけど、こういったものを使えるような仕組みが capabilities になります。もうちょっと違う言い方すると、ルートが持っている特殊な権限を細かく分けて、必要な権限だけ与えるっていうような仕組みがあって、それを使っているっていうような話になります。まあ、ちょっと小難しい話かなと思うんですけど、こういったコンテナなのにいろんなことができるよっていうのは、この capabilities っていうものを使って必要な権限を与えているっていう背景になります。で、次にですね、二つ目、コントロールグループ、C グループっていう機能をコンテナは利用しています。で、これは何かっていうとですね、例えば CPU とかメモリとか、あとはネットワーク帯域、みたいなハードウェアリソースをコンテナに割り当てたり、あと制限したりする機能になります。まあ、例えば CPU を1つ、メモリを2ギガに設定するみたいな形で、ハードウェアのリソースをコンテナに割り当てるっていうことができます。で、例えば、まあ、どうしてこれを使うかっていうと、例えばあるコンテナがホスト OS の持つこういう OS を全部食い尽くしてしまうと、他の、ホスト上の他のコンテナに影響を与えるみたいなことがありますと。まあ、一つのホスト OS 上に三つぐらいのコンテナが載っていて、一つだけが全てリソース食い潰したら二つは動かなくなっちゃいますよねっていうところで、そうなると困るので、他のリソースを意識しなくてもいいように、一つのコンテナにはこれぐらいのハードウェアリソースを与えるみたいな形で、他に影響を与えないよう、ハードウェアリソースという面で他に影響を与えないような仕組みということで、この C グループっていうものを使っています。で、次ですね、三つ目になります。これはネームスペースと言われる機能になります。で、これを利用することで、まあ、プロセスから見えるシステムリソースを他のプロセスから分離することができます。で、さっきの、これですね、C グループに関して、システムリ、あ、ハードウェアリソース、CPU とかメモリみたいな、これを制限するってものになるんですけれど、これはですね、システムリソースを分離するみたいなところまで使えます。例えば、どういうことかっていうと、コンテナが、同じホスト上に動いていたとしても、コンテナとして独立して、
コンテナとして IP アドレスであったりだとか、ネットワークインターフェースを持つっていう形になると思います。共有してるんではなくて、ホスト上のコンテナそれぞれが独立してネットワークインターフェースとか IP アドレスを持つっていう形が多分想像できると思うんですけど、これを実現するためにネームスペースを利用しているって形ですね。そういった、ネットワークインターフェースとか IP アドレスとか、こういったシステムリソースを、他のプロセスから分離するっていう形で、このネームスペースを使っています。形で、あるプロセスがあったとして、それに対して、ケイパビリティーズ、C グループ、ネームスペースっていうものを使って、同じホスト上なんですけれど、それぞれ完全に独立したプロセスっていうのを、実行している。これが、コンテナの概要になります。イメージは湧きますかね。まあ、こんな形で、振り返ると、ホスト上にプロセスがありますと。で、そのプロセスを、に対して、ケイパビリティーズで権限を与えて、C グループでハードウェアリソースを与えて、ネームスペースでシステムリソースを与えるみたいな形で、Linux カーネル機能を組み合わせて実現しているのがコンテナになります。で、もう一つですね、コンテナの特徴を説明する上で、最後に、オーバーレイ FS っていうものを使っているので、これ最後に紹介して終わろうかなと思うんですけれど、これはですね、オーバーレイ FS っていうのは、ユニオンファイルシステムの実装の一つになります。何かっていうと、ディレクトリを重ね合わせて一つのディレクトリツリーが構成できます。ちょっとイメージわかんないかなと思うんですけど、同一ホスト上で動くコンテナ同士でイメージレイヤーを共有します。なので、全体のコンテナのデータサイズを小さくできるってことですね。なので、複数のコンテナが動いているんですけれど、そのコンテナ同士でイメージのレイヤー、全部が使うようなイメージレイヤーっていうのを、全部で共有しているみたいな形になります。なので、当然、イメージのサイズ、それぞれに3つあったら3つイメージがあるのではなくて、1つのイメージを共有するみたいな使い方をするので、コンテナが軽量って言われるのは、こういった背景があるって形ですね。で、こうしてみると、結構コンテナって面白いのかなと思うんですけれど、いかがですかね。で、コンテナ、ドッカーって言われると、結構、新しめの技術っていう風に思われるかもしれないんですけど、意外と Linux の本当に基礎的ないろんな機能を組み合わせてるんだなっていうと、結構そういった意味だと理解がしやすいのかなっていう風に思います。で、じゃあ、そのコンテナですね、また、基礎的な話に戻るんですけれど、どんなワークロードのに向いているかみたいな話で言うと、こういったワークロードに向いてるっていう風に言われています。まあ一般的には API サーバーとか、ウェブサーバーみたいなステートレスなアプリケーションが向いてますよであるとか、あとは、マイクロサービスアーキテクチャの観点で言うと多機能より単機能ですね。本当に役割を絞った一つの機能で一つのコンテナにすると、まあシンプルにデプロイもできますし、他へ影響しなくなるので、運用もしやすいですよというふうに言われています。あとはですね、やっぱり軽量な、すぐに立ち上がるっていうようなものになるので、高速なスケールアウトが、必要なものとかも向いています。あとは新規開発ですかね。まあ、既存のやつをマイグレーションするとかも全然、これ以外にも全然利用可能なんですけれど、新規案件で、開発要件とか運用要件が変わるみたいなやつはクイックに、まあ、これ、上のやつを総合したみたいな形にはなるんですけれど、まあ、単一機能になるので、結構アジリティが上がりますよ、みたいな形で、まあ、こういったものに向いていますっていうふうに言われてます。はい。で、ここまでがですね、コンテナの基礎的な話になります。いかがでしたでしょうか？コンテナとしては結構、そんなに抵抗感なくても使えるんじゃないかな、みたいな感じには、個人的には思ってるんですけれど。で、まあ、コンテナはこれ実際にじゃあデプロイしてみましょうっていうのがここからの話ですね。で、じゃあどこにデプロイするんだって、今回は Google クラウドに実際にデプロイをしていこうかなと思います。で、デプロイの流れですね、今までのデプロイの流れってこういった流れだったかなと思います。まあ、アプリケーションを開発をして、ビルドして、テストをして、で、仮想マシンを作ってあげて、で、仮想マシンに対して、まあ、OS 周りの設定だったりだとか、依存ライブラリーっていうのをインストールして、で、ゴールデンイメージを作成して、そのゴールデンイメージからサーバーを作成するみたいなのが仮想マシンのデプロイだったかなというふうに思います。
まあ、もしかしたらもっとレガシーなものでは、なんていうんですかね、本当にアプリケーションの本番サーバー、物理サーバーがドンとあって、そこに対して本番のアプリケーションをこうコピペとか SCP とかでデプロイするみたいな時代もあったかもしれないんですけど、まあ、仮想マシンではこういった形だったかなと思います。で、じゃあコンテナになるとどういった風に変わるんだっていうと、これまずはアプリケーションの開発ですね。ここは変わらないです。今までと同じようにやっていただいて、でその次にですね、コンテナイメージを作成していただいて、そのコンテナイメージをデプロイするっていう流れになります。で、これだけ見ると結構簡単かなとは思うんですけれど、じゃあ Docker とかこの辺のコンテナイメージってじゃあどう作るんだであったりだとか、コンテナイメージどうやってデプロイするんだみたいなところが疑問になると思うんで、この後はですね、この流れを実際に Google クラウドのサービスを使って、実際にお見せしていこうかなと思います。で、今回使用するサービスなんですけれど、このクラウドランっていうサービスになります。で、このクラウドランどんなサービスかっていうと、まあ、コンテナをサーバーレスで動かせますよっていうようなサービスになります。で、まあ、右の図にある通りですね、 G クラウドランデプロイみたいなコマンドを打ってあげるだけで、コンテナを、ウェブサービス、クラウド上に展開できます。かつ、HTTP のエンドポイントも一緒についてきたり、まあ、スケーラブルな形でそれが運用できるので、開発者はアプリケーション開発に集中できる、集中することができますよっていうようなサービスになります。結構、やっぱ、マネージドサービス、サーバーレスのコンテナサービスってかなり楽で、通常コンテナを運用しようとすると、まあ、昔ながらのアプリケーションとかでもいいと思うんですけれど、普通、スケール性であったりだとか、管理のところって結構コストを使う部分なのかなと思います。大量にリクエストが来たら、それに合わせてスケールするように作っていったり、みたいなところあると思うんですけれど、こういったサーバーレス系のサービスですね、に関しては、基本水平スケール、リクエストがいっぱい来たらそれだけスケールしていくし、あとは裏側のメンテナンスに関しても、クラウドランの中身に関しては、Google 側でマネージしていますみたいな形なので、そういった意味でもですね、普通にアプリケーションだけ考えればかなりアプリケーションだけを考えたとしても、かなり楽に運用ができるのではないかなと思います。で、もう一個の特徴としては、メトリックスとかロギングの収集みたいなのも、コンテナデプロイするだけで勝手に始めてくれます。で、このクラウドモニタリングとロギングとか後で見せようかなと思うんですけれど、こういった監視系のサービスですね、こちらも自分で設定しなくてもアプリケーションデプロイすればそれだけで収集してくれるので、かなりこの辺も便利なのかなと思います。で、もう一つですね、サービス、を紹介させていただくと、クラウドビルドパックっていうものがあります。で、これ何かっていうと、ビルドの部分ですね。さっきのクラウドランに関してはコンテナイメージをそこにデプロイしてあげると、で、それがサーバーレスとしてマネージドで展開できますよっていうサービスなんですけれど、ビルドのところをもう簡単にするっていう仕組みがあります。で、このビルドパック使ってあげると、言語のプログラミング のソースから言語の自動検出をして依存関係を勝手に解析、言語とかを解析してくれて、言語の検出依存関係の解決みたいなのをやって、コンテナのビルドをしてくれます。なので Docker ファイルを書かなくても、イメージができるっていうようなイメージ感じですね。あとはですね、脆弱性スキャンみたいなのもこれをやっているので、そういった意味で、これからコンテナを使い始めるみたいな感じで、Docker ファイルなんだっていうところ、Docker ファイルこれから覚えるの大変だみたいな感じで思っている方は、この辺を使っていただくとですね、結構簡単にコンテナのビルドできるので、これもおすすめです。初心者向けにはすごいおすすめしています。ということで、これらのサービスを使って、実際に動かしてみようかなと思います。はい、では実際にですね、ここからデモをやっていこうかなと思います。で、今回のデモなんですけれど、クラウドランのクラウドランに対してアプリケーションをデプロイするっていうのを実際にやっていこうかなと思います。まあ、ソースコードサンプルのものを使ってそれをデプロイするようなイメージですね。で、実際にですね、チュートリアルがございます。で、そのチュートリアルに沿ってやる形になるので、皆さんもすごく簡単にできると思いますので、ぜひご一緒にできればなと思います。で、実際これがですね、Google クラウドコンソールのクラウドランの画面になります。なので、ここに行っていただけると、皆さんもすぐにできるかなと思います。
じゃあですね、実際に早速始めていこうと思います。で、これが何もない状態のクラウドランのトップになるんですけれど、このサービス作成とクイックスタートをしようっていうのがあります。で、このクイックスタートをしようっていうのをやっていただくと、いろんなサンプルが出てきます。なので、基本的にはこれに沿ってやっていただくと、簡単に動かすことはできます。で、例えば、ビルド済みのコンテナがあれば、それをデプロイするということもできますし、ソースコードがあって、そのソースコードから、ビルドしてデプロイするみたいなこともできます。で、もしくはですね、コンテナ今何もないよっていうところでしたら、このサンプルのコンテナをデプロイっていうのを選んでいただくと、すでに Google クラウド上にあるサンプルの、コンテナがありますので、それをデプロイするっていうのを体験していただけるかなと思います。で、今回はですね、この、ま、いろいろあるんですけれど、Node.js のサービスをビルドしてデプロイするっていうのをやっていこうかなと思います。で、これクリックすると実際にこの画面になるんですけれど、これすでに右側に出ているので、この、チュートリアル通りに進めていこうかなと思います。で、右側ですね、こちらのチュートリアルに沿って進めていこうと思います。で、今回ですね、このクラウドシェルっていうものを使ってアプリケーションを、デプロイしていこうかなと思うので、この右上のこのボタンですね、これを使っていこうかなと思います。で、このクラウドシェルボタンを押すと、下にですね、クラウドシェルっていうターミナルが立ち上がります。で、これにはですね、Google クラウドを操作するためによく使う CLI、Gcloud コマンドっていう CLI があるんですけれど、そのコマンドが入っていたり、結構ですね、便利になっていますので、ぜひ使ってみてください。はい。ではですね、ここからサンプルのアプリケーションを作成するっていうところを進めていこうかなと思います。で、まずはですね、Node.js のアプリケーションを作成していくので、これをやっていきますが、この右上のですね、このコードサンプルをコピーするっていうボタンがありまして、これを押すと、この内容がそのままクリップボードに入るので、このチュートリアルを進めるという意味だと、この辺使ってあげるとすごく早く終わります。まずはこれをペーストしてあげます。で、これで、ハローワールドのディレクトリができましたというところですね。次にですね、このパッケージ JSON ファイルを作成し、この内容を追加しますっていうのがあるんですけれど、実際にこれを入れていこうと思います。で、CUI とか慣れてない方は、このエディターも一緒についているので、これを使ってあげると、便利にこの辺も書けるのかなと思います。で、これ選んであげる。エディターをさっき選んだんですけれど、選んであげると、こんな形で、エディターが開いてきます。で、今のディレクトリー構造がこんな形ですね、になっているので、ここにパッケージ JSON ですね、追加していこうと思います。はい。普通のエディター通りファイルができるので、ここに書いていこうと思います。で、同様にですね、次はインデックス JS ファイルを作っていくっていうところで、ニューファイルにしてあげて、インデックス JS を作ってあげます。で、ペーストしてあげると。まあ、これでですね、まあ、すごくシンプルですね。パッケージ JSON、Node.js スタートしますよ。みたいな形で、めちゃくちゃシンプルなパッケージ JSON と、あとは、ハローワールドを出しますよっていうようなアプリケーション。これになります。で、ここまでできたらですね、あとはすごく簡単で、デプロイしていくんですけれど、Gcloud Run Deploy、これを叩くだけになります。これ叩いてあげるとですね、非常に簡単で、その後ですね、いろいろやり取りをしていくだけで、クラウドランにデプロイが完了します。まずは、ソースコードの位置がハローワールドでいいですかみたいな形で聞かれるんですけど、イエスです。で、次、サービスネームですね。クラウドランってデプロイするときに、そのコンテナイメージをデプロイしたときに名前を付けるんですけど、その名前を設定していきます。ここは、ハローワールドで大丈夫なので、そのまま行っちゃいます。あとはリージョンですね。これを東京とか、ヨーロッパとか台湾とかいろいろリージョン指定できるんですけれど、今回ですね、3番、東京リージョンがこれに当たるので、これにデプロイをしていこうと思います。はい。で、このまま、継続をしていきますって話ですね。で、次にですね、未認証の、インボケーションを許可するかっていうところですね。認証されていない、パブリックなリクエストに対して許可をしますかっていう、聞かれているので、イエスで。
出していこうと思います。まあ、これが、ノーになっていると、パブリックな状態で、このクラウドランのエンドポイントを叩いても、アクセスができませんよっていうアクセスコントロールをできる形になります。で、イエスになっていると、URL で叩けばそのまま認証していなくてもアクセスできますというものになります。まあ、よりセキュアにやっていこう。認証してないと叩けないよみたいな形のものを取りたかったら、これを N に設定してあげる形ですね。で、認証サービスとしてはまた別のをつけるというような形になります。まあ、今回はデモなので、外から叩けるようにしてデプロイした後に実際に叩いてチェックをしてみようと思います。で、今ちょうど裏側でビルドが走っているんですけれど、意識していただきたいなと思うところは、このやったことがソースコードを書いたっていう、まあ右側見ていただきたいんですけれど、ソースコードを書いてあげて、で、Google Cloud のやったコマンドとしては Gcloud Run Deploy を打っただけっていうところがポイントかなと思います。コンテナイメージを作るとか、ドッカーの操作をやるみたいなやつって今一切ないんですよね。で、今やったことってソース書いて、Gcloud Run Deploy をやっただけになります。で、これをやるだけで、裏側でソースコードを解析して、コンテナのイメージを作って、で、それをデプロイするっていうところまで勝手にやってくれます。かなり便利かなと思います。本当に何も知らなくてもできちゃうみたいな感じですね。で、今、ちょうどデプロイが終わったんですけれど、デプロイが終わると、サービス名がこれで、リビジョンがこれで、サービスが、エンドポイントこれで出ましたっていうのが今出てます。で、実際にこれを叩いてみようと思うんですけれど、はい、この形で今、ハローワールドって出ましたね。ソースコード自体もハローワールドだったと思うので、これでデプロイができたのが、ご確認できるかなと思います。で、実際に、画面を見ていって、ここリロードしてあげると、はい。こんな形でですね、ハローワールドのサービスができているのが確認できるかなと思います。で、実際中見てあげるとどうなっているかというと、こんな形でですね、ダッシュボードがすでにできていて、だいたいリクエストが来てますよとか、レイデンシがどれぐらいですよとか、あとはコンテナのインスタンスがどれぐらい立ち上がってますよみたいなのがこう見て取れるかなと思います。で、実際にここも URL も書いてあるので、ここから飛べばそのまま見ることもできますし、あと、先ほど説明のあったログですね。これもこのログのタブを見てあげると、このハローワールドが、が入ったログが全部見ることができます。で、実際ちょっと複数行にわたるようなものに関しては、このログの詳細を見るみたいな形で、こんな形で見ることもできますし、あとは、フィルター機能とかもあるので、特定のもの、例えばこう、スタートみたいなやつとかを、こう、絞り込んであげることもできます。これが、何も今設定していなくて、ただ、ハローワールドをデプロイしただけで、ちゃんとログもロギングされるし、ログの、ここもマネージドなので、これも管理する必要ないですし、フィルターもできるし、みたいな形で、これもかなり便利に設定をいただくことができます。はい、という形で、今のでデプロイができたかなと思います。で、それだけでなくですね、やっぱりコンテナのインスタンスとか出てる通り、結構この辺が特徴なのかなと思いまして、右側にも書いてあるんですけれど、受信したリクエストを処理するために、コンテナイメージを自動的に水平スケールアウトしますという形で、リクエスト数が伸びてきて、で、このインスタンスが受けられなくなりそうだったら、コンテナのインスタンスを広げてあげて、勝手にスケールして、大量のリクエストを処理できるようになりますっていうところと、あとはリクエスト数が少なくなってくると、それに合わせてもうこれ落ちてるのがわかるかなと思うんですけれど、こうリクエストがなければコンテナのインスタンスを縮小するっていうのが勝手にやってくれますので、本当に必要な分だけインスタンスを立ち上げてくれるっていうところが特徴になります。はい、という形でですね、非常に簡単に、振り返ってちょっと何度も言っちゃうんですけれど、サンプルアプリケーションを作って、やったこととしては、あとは Gcloud Run Deploy、このコマンドを打っただけで、コンテナとか全く意識せずにコンテナアプリケーションをデプロイできるというところがお分かりいただけたかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。最後にまとめの方に入っていこうと思います。まとめなんですけれど、今回のセッションですね、コンテナの初級編になります。
で、まあ、そもそもコンテナってどういう仕組みで動いてるんだろうみたいなところから紹介して、実際にコンテナをデプロイするチュートリアルですね、実際に手で見せながら、やらせていただきました。なので、今回のセッションで皆様に持ち帰っていただきたい 点としては、まあ、コンテナの仕組みですね、実際どう動いてるんだろうみたいなところを理解していただけたら嬉しいのと、あとはコンテナ、実際にクラウドランにデプロイするっていうのをやってみていただけると、個人的にはすごく嬉しいです。まあ、本当に、コンテナに対する苦手意識ですね、結構、簡単に扱えるのが分かっていただけると嬉しいかなと思ってます。で、今回本当にですね、初級の初級編という形になるので、さらに詳しくですね、コンテナの運用のやり方を知りたいっていう方はですね、この後ですね、GK の基礎から SLO 運用まで導入の流れを解説みたいな形で、GKE、Kubernetes のセッションもありますので、ぜひこちらもご覧いただければ嬉しいかなと思います。はい、自分からは以上になります。コンテナぜひ楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。塚越さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それではですね、こちらで1回 QA タイムを取っていきたいと思います。はい、さっきと同じようにね、いいねの、数が多いものから言いたいと思うんですけど、すごいいいねがついているのが、そうですね、これから、これはコンテナを使おうと、どういう時に思うのですかっていう質問なんですけど、すごい鋭い、いい質問ですね。なんかめちゃくちゃいっぱい質問をいただいてありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、これはどう答えるどう答えるまあでも基本はコンテナを第一選択肢にしちゃっていいんじゃないかなっていう気はしてますね。はい、なんか基本コンテナでいいんじゃないでしょうかっていうのは個人的には思いますが、そうですね。まあ、なんかもう皆さんの開発環境とか、特にね、アプリケーションを開発される方は、うん、どっかの環境がほぼデファクトスタンダードになってるんじゃないのかななんて、うんうんうん、個人的には思ったりもしますけれども。そうですね。結構コンテナの運用の方法とかも結構もうデファクトができつつあったりだとか、ね、はい、ベストプラクティスがもうある程度決まってきていたりみたいなのもあると思うので、基本コンテナでいいのではないでしょうかと思ってます。さっきもコジーさんのセッション、コジーさん、長谷部さんのセッションで、どういう時にコンピュートエンジンを使いましょうとかっていう風な話で、うんうんうん、サードパーティーのアプリを乗っける場合とかっていうのはありましたけどね、うんうん、それ以外アプリケーション開発はもうコンテナっていうですね、まあ、ちょっとあえてなんか違う方向を考えてみると、クラウドファンクションを使おうみたいなケースとかはなんか違うケースとしてあるかもしれないですね、はい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 、なんかこうなんだろうな、イベントドリブンに何かを処理するで、例えばなんかこうストレージに書き込まれたときにそれをトリガーでちょっと処理するみたいなやつで、はい、ファンクションだけちょろっと書くだけでいいみたいなケースだったら、うん、もしかしたらコンテナじゃなくてもファンクションでいいかもみたいな、そちら側ね、はい、はい、ベースはコンテナで、そういう軽い処理に関してはコンテナ作るまでもなくファンクションアザーサービスに回しちゃうっていうのは一個手かなみたいなのは思いますが、基本はコンテナなのかなって思ってます。ありがとうございます。はい、デプロイまでの手順はアップエンジンに似てる気がしますが、あれちょっとどこ行った、あ、これだ、そういう点は何ですか。はい、基本はそうですね、お客様に見えるインターフェースでいうと、ソースコードからデプロイできるようになっているので、ほぼほぼインターフェースで違いはないのかなって気はしています。手順でいうとそうですね。ただ実際に中身としてはデプロイのコマンドを打ったときにコンテナが作られて、コンテナレジストに登録されて、そこからデプロイされるみたいな形なので、まあ、コンテナとしてやられてますよっていうところで、ちょっと違うところになります。あとは、今回のデモでお見せしたのって、ソースコードからのデプロイなんですけれど、実際にコンテナイメージを別で作って、で、そのイメージを、クラウドワンにデプロイするみたいな、別に手順を分けてもできるので、まあ、今回の手順でいうと同じなんですけれど、取り得る選択肢としてはまたいろいろあるのかなと思います。そうですね。まあ、実際、Docker ファイルを書いて、コンテナイメージ作ってデプロイした方が早いのは早いとは思うので、ちょっといろいろ選択肢がありますっていうぐらいのことになるかな。なるほど。ビルドバックとか使うと、ちょっとこう分析とか解析してから作っていくからっていうところを、ね、そうですね。ってことですよね。はい。楽は楽なので、とても個人的には好きなんですけどね。
ありがとうございます、はい、単なる興味なのですが、 Windows OS でコンテナを動かす場合も同じような何かもともと存在するのでしょうか。そうですね、はい、僕 Windows がめちゃくちゃ弱くてよくわからないですっていう誤解度ですいません。でもまあおそらく同じような何かが存在しているんじゃないかなとは思うんですけど、うん、すいません、 Windows が無知すぎてお答えできないです。そう、ね、ごめんなさい、はい、じゃあちょっとこれちょっと飛ばしていきたいと思います、はい、少し教えていただきたいのですが、コンテナの場合、レベルのバージョンアップなどのなのがあっても、アプリケーションはパッケージ、コンテナ化されているので、うん、レベルの、カーネルの互換性が取れていればもう影響ない認識ですが、合っていますか。 VM の場合よく影響されてアプリの正常確認することがありますと。なるほどです、はい、そうですね、基本はあのカーネルの互換性が取れていればあのイエスで問題ないかなと思います。なんか OS 機能依存とかしてるものがなければ全然そのままでいいのかなっていうふうに思っています、うんうんうん、なるほど。あの私も結構あの古い人間というかなので、あの VM とか使ってるときに、あの上 の, あのアプリケーションですよね、パッケージアプリケーション、はい、うん、VM のバージョンが上がったとか、もっと下のこのハイパーバイザーのバージョンが上がったから、うん、その検証し直さないといけないとかっていう、はい、ケースをちょっとこの質問を見てですね思い出したんですけども、はい、そういうのってどうなんですか、ね、このコンテナを使うときはやっぱりそれなりに必要になるんですかね。そうですね、なんかもうレベルによるかなっていう気はしますね、うん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 、うん、なんでなんかもう基本はあの本当にこれはイエスでいいのかな。はい、ありがとうございます。はい、コードの分析、解析をやってくれるということは Docker ファイルに書き込んでいた pip インストールホゲホゲホゲ1ホゲ2などの記載も不要なのでしょうか。ですね、これは Python の話ですよね。うん、Python でちょっと試したことがないので、うんうん、すみません、あのぜひ試してください。試してください。あの、はい、本当に今日やったデモ見たくすぐできると思うので、試してください、うんうんうん。やってくれるかもしれないですし、なんかもしかしたらダメかもしれない。ちょっと試していただけるとありがたいです。すみません。これって、実際には Docker ファイルができるんですよね。はい、そうです。Docker ファイルが、は、できないんです。あ、できない。あの、はい、ファイルとして出来上がるかっていうと脳になります、はい。お客さんに見えるものとしてはないです、ね。あ、そういうことです。裏側で、あの、いい感じにやってるっていう。はいはいはい。了解です。はい。物理サーバー VS、仮想マシン VS、コンテナの図で仮想マシンの中の OS はゲスト OS ですかと。はい、OS そうですね、すみません、あの、はい、今見返して思ったんですけど、自分の記載が間違えていました。ご指摘ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼しました、はい。ありがとうございます。そうですね、あと1個ぐらいいきましょうか。これ、最後のこの辺の、はい、あの質問で、どれがいいですか、ね、ちょっとピックアップしたいものとかってありますか、ちょっと止めていただければ。どれがいいですかね。オートスケール、オンプレ、オンプレの質問とか来るんですね。はいはい、行きましょうか。負荷もこれですね。しかもそれ何かかるので、オートスケールの話が頻繁に出てくる。これはオンプレでコンテナを扱いたいっていうような要望ですかね。そう思います。はい、で言うと、まあ、あの、オーケストレーションの話かなと思うんですけれど、まあ、自分であのやるとしたら、その、オンプレのそのサイズに合わせてあのリミットを設定するとかそういったことが必要になってくるのかなと思います。うんうん、そうですね、あとはなんか本当にオーケストレーター入れるっていう選択肢になるのかなと思うので、そうですよね、まあオンプレに Kubernetes とかインストールしてもらって、うんうん、そこで運用してもらうみたいな感じになるのかなと思います。うんうんうん、まああのね、Google クラウドで言うと、はい、あの Ansos っていう、まあ、プロダクト製品があるので、あのオンプレ使う場合は Ansos をご検討いただけると。はい、いいかななんて思ったりもしますけれども。そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、時間になりましたので、すいません、いろいろご質問いただきまして、ありがとうございます。すべてちょっとですね、取り上げられませんでしたが、こちらで時間になりますので、こちらのセッションは終わりたいと思います。ゴッシーさん、ありがとうございます。はい、いろいろ質問いただきありがとうございます。はい